はい、今回は大久保公園の夜の治安がやばい理由は公園女子の増加なのかと、こちらについて考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。こちらの内容はですね、少し前から注目されている内容でして、大久保公園っていう、東京ですよね。東京の新宿のあたりだと思うんですが、そちらの公園の治安が悪い、あるいはやばいとかって言われており、この公園女子、交わるにですね、このご縁の縁っていう、こういう公園女子とか、交わるに縁っていう、そういった言葉が出てることもおかしいんですが、こういったことが注目のニュースになっているわけですね。で、これに関してはちょっと僕いろいろ調べてですね、思うことがあるので、正しいかどうかっていうのは分かりませんが、ちょっとそちらの件を今回考えていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。このですね、この大久保公園で、要するにこの公園女子、交わるに、ご縁の縁の女子っていうのは、公園っていう場所でですね、バイマルをする相手を探しているっていう、そういった話なんですが、このような治安の悪化になる、理由は何なのかっていうことで、もちろんはっきりとっていうのはわからないんですが、歌舞伎町の近くにこの大久保公園っていうのがあるっていうことなんですね。で、歌舞伎町って言ったらね、アジアの中でも、大きい繁華街ですので、いろいろな、ものがある。で、その近くにこの大久保公園っていうのがあるっていうことですね。で、この何て言うのかな、大久保公園の近くにですね、健康施設ハイジアとかっていうのがあったりとか、この大久保病院の近くっていうのは、女性がですね、このバイマルをする場所ということで知られていたみたいなんですが、ここ最近ですね、外国人とかが多かったみたいなんですが、日本人の女性、若い女性が増えていると。で、このニュースには書かれていたんですが、歌舞伎町の、トー横キッズとかっていうね、未成年とかも混じってるとかっていうことなんですが、これっていうのはまず考えられることがありまして、こういったものを、個人でやってるとは思えないんで、このトー横キッズの背後にはですね、こういった、そのバイマルを組織的にやらしている、そういうのも支持している黒幕がいると、僕は思います。誰が黒幕かっていうのはわからないですが、そういったものが、いる可能性があります。そしておそらくですね、そういった黒幕であるとか、後ろで誰かが指図しているとか、そういうのを隠すためにですね、こういう公園女子っていう言葉を使ってる、じゃないかと、こうね、ニュースとか話題にしてるんじゃないかと。あとは別の話がありまして、実際にですね、女性個人単位で、なんて言うんでしょうね、日本国内の経済の悪化ということで、その奨学金とかの返済のためにやってるとも取れるんですが、いずれにしても何か裏側にいるのではないかということが考えられると。で、その公園でですね、このいわゆる昔でいう縁故ってやつですね、あるいは道路上でバイマルをする、そういったこと、そういったことをこの公園っていうね、交わるにご縁の縁ということで、で、SNS でこういったことが話題になってるっていうことが言われてるんですよ。ちょっと正直半々だと思うんですよね。後ろに先ほど組織的なそういったものがいて、そのバイマルをしてる可能性もあるし、あるいは本当に個人で、経済的にものすごく困窮してるっていう、ことも考えられるんですが、どうかなと思うんですが、例えばこういうことが言われてるんですね。今公園にいるので会える方いますかとかっていう、その SNS を通してそういうことをすると。で、歌舞伎町に、いる方、ご連絡を待ってますとか、そういった、SNS であると。で、このバイマルに関して、リアルとバーチャルの融合が起きているっていうことで、で、若い世代にとって身近になっているっていう、こういったニュースなんですが、実際そういう側面はあると思います。で、もちろんそういったものを肯定しているわけではなく、否定、ですし、そういったものがなくなることを願うんですが、実はですね、この裏側に何かしら糸を引いて、黒幕の存在が考えられる。でですね、なんていうのかな、女性がこうね、スマホを見ながら、この公園の近くにいて、下を向いてるとか、大体、20代前後の方っていうことなんで、日本人女性だと思うんですよね。で、あるいは、公園の地面に座っていたりとか、男性と話していたりとか、そういった方がいるとか、
いるとかっていうことが、まあ、ニュース記事になっているんですね。で、まあ、その女性を横目に男が、通っていくということで、で、その単に通る男かもしれないし、あるいはそのバイマルとかそういったことかもしれない、なんだか分かりませんが、その女性を、見てるっていうことで、で、公園をですね、何回も何回もうろうろする中年の男もいるとかっていうことなんで、若い女性を、そのバイマルをしようとしているとも取れるんですね。で、その組織的なものが後ろにあり、そういうのをさせているとも取れますし、あとは本当に個人でやってるとかっていうね。だからこれってもう本当にもう日本の治安が悪くなってますし、もっと言うと、日本国民の本当生活水準がもうどうにもならないんじゃないかっていう、そういった話だと思うんですよ。何を言ってるのかっていうと、この20代前後ぐらいの女性っていうのが、はっきりとした年もわからないし、どういったものかわからないんですが、おそらく大学生が混じってると思うんですよ。で、なんで大学生が混じってこの大久保公園にいてこのようなことをしているのかっていうと、奨学金の返済とかの奨学金の返済がものすごく厳しいためにここにいるんじゃないかっていう、そういった噂があるんですよ。で、これって多分おそらく本当だと思うんですよね。今ってね、その日本国内の経済の循環も悪いですし、例えばね、大学に行ってその奨学金を借りるって言ってもなかなか返済ができない、あるいはですね、もしかしたら大学を卒業した後に、仕事に就いたが、借金が、その奨学金との借金が返せないから、こういうようなことをしているとも取れるんですよ。とにかくこれっていうのは本当に日本における今すごく大きな、そんなに騒がれることはないかもしれない、水面下に入ってるかもしれないんですが、大きな問題なんですね。で、この大久保公園っていうのはもともとは、そこをバイバルとかしてるのは外国人の人が多かったところに、最近は日本人の若い女性が混じってる、 かなり日本人の若い女性が増えてるっていうことなんですよ。だからこれ何を言ってるのかっていうと、バイマルをしないと生きていけない、日本人女性が増えてるっていう、非常にこれ懸念する、日本のも国内の大きなこれ問題になってるわけですよ。で、当然ですが、当たり前ですけど、このバイマルなんていうのをさせないようにして、こういうね、女性がこういうことを、なくしていく、減らしていく、そういったものや対策は必要なんですが、そこに必要なものっていうのは経済政策なんですよ。日本国民全体の、貧困化しているわけじゃないですか。それをなんとか阻止する経済政策が必要なんですね。だから僕がね、別のコンテンツをお伝えしたことありますが、消費税を廃止とかね、あと積極財政とか国民全員に、給付金とか、そういった話がをさせていただいてますが、そういうことをしないと本当にこの若い女性とかがこのようにバイマルをしないと生きていけないと。で、例えばこういった話をするとですね、必ずこういった意見が出るんですよ。遊ぶお金とか、その何かね、その宝丸等とかそういうのに行くためとかっていうんですが、分かりません。そういう人間もいるかもしれませんが、そういう人間だけではない。で、今までね、ちょっとその、もともと外国人の人が多かったところに日本人がたくさん入るとか、っていうことも考えると、現状を分析するとですね、おそらく、大学に通ってる日本人女性がですね、生活することが難しくなって、そういったバイマルをしてるとも取れますし、あるいは大学を卒業した後に働く、就職しても、就職できずにかな、分かりませんけど、その奨学金の返済で、厳しくなって、そういうことをしてる、バイマルをしてる、せざるを得ない、そういった状況に陥ってるんじゃないかということが考えられるんですね。だから、このもう日本政府のですね、自民党岸田の、この日本国民に対する棄民政策が、いろんな国民をですね、このようにして追い詰めているっていう、こういった状況だと思います。このね、公園女子とか、交わりに、ご縁の縁の女子とかっていう言葉を使ってますが、そんなことではなく、日本の治安が悪化し、日本がですね、もう懸念する方向にしか進んでないっていう、そういったことが考えられますし、こういった状況になってるってことなんで、もう即対策をしなければ、このまま行ったらもう本当に日本がどうなるかわからない、そういったこれ大きな問題だと思います。だからこのね、SNS でその交わるにご縁の縁の公園女子がどうのこうのとか言ってますが、全然そんなことではなく、ものすごく違ったその、国民のその生活っていうもの、女性のがかかっているも、これすごい大きい問題だと思いますので、ちょっと今回はそちら思うことを、お伝えさせていただきました。リスナー様もこの話
ですね、関心を持っていらっしゃる方も、いると思うんで、まあ、一応ちょっと僕の解釈ということで、お話してみたので、ね、何かご参考になっていただけるところがあれば何よりですということで、本当にあのよりよく、ね、日本がなっていくためには、まあ、この若い女性もそうですし、ね、若い男性もそうですし、全日本国民をその経済的に、救済していかなければ本当に悪い方向になっていく、そのようなことを思いましたということで、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わりです。失礼いたします。